ひらめいチェンジ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、マシン戦隊キラメジャーひらめき変身ブレスデラックスシャイニーキラメイチェンジャーです。はい、これはキラメジャー6人目の戦士のキラメイシルバーの変身アイテムで、追加戦士らしく全く新しい新たな形のチェンジャーで変身するんですね。というか、いつもなら本編登場後に詳しいレビュー動画を出しますが、今年は例の新型あれのせいで放送とおもちゃの発売がリンクしておりませんので、いつこのアイテムが本編登場するか分かりませんから先に紹介しちゃいましょう。ディスクを回すと天球が回転で、メテオっぽいギミックとしてはキラメイチェンジ変身とマシン召喚ゴーグルが上下するわけですね。で、キラメイコーリング通話とキラメイサーチング、ではレビューしましょう。テレビくんの先行情報を見ると、なかなかキャラクターが濃そうですが、まあ見た目的にもね、今回もスーツきらめいてますもんね。はい、取り出すと、中身はシャイニーきらめいチェンジャー本体と手首装着用のバンドパーツ。きらめいチェンジャーと同じでブレスレット変身アイテムですから、裏側のループにバンドを通して、ここにロック山がありますので、電池ボックスが外側に来るように、ここのディスクが手前に来るように装着するような形ですね。大人の僕でももちろん全然ちょうどいいし、まだ穴余るぐらいですね。で、ディスクをこのように、ディスク回すと、中の天球儀もこんな感じで回転するんだ。で、向こう側に電池ボックスがありますね。なんかこういうレイアウト変わってんな。で、一旦外して、こっちが先端側になるんですけど、ちゃんと電池ボックス側もモールドというかメカ的なデザインプラス、キラメジャーのマークなんかも入ってますね。天球儀というか、宝石のような内部パーツになってますね。キラメジャーだからか。ここがね、ドームになっててクリアパーツの。で、この部分のディスクは回転するし、ディスクもキラメイチェンジャーと同じように、ちょっとした模様がありますね。そしてボタンが、3つあって、それぞれ個別で押せますし、コーリングと変身とマシーンか。一応サイズキラメイチェンジャーと比べると、おおよそボリュームは大体同じかな。でもこの複雑な造形いいっすね。じゃあまずはキラメイチェンジ行きましょう。シャーニーキラメイチェンジャーで、キラメイシルバーのボタンを押して、輝けで、オラディン王っぽい。そしてディスクを回転で、キラメイチェンジ。おーシャイニングで、はい、キラメイシルバーに変身完了。てか、普通の、キラメイチェンジャーチェンジ変身音と全然違いますよね。あと、こっちはタッチパネルでしたが、今回皆さん完全な物理キーですね。もう一回聞いてみると、キラメイから、ひらめこうぜだったのが、もう一回変身を鳴らしましょう。変身をしかも、2種類あるんですよね。輝きからのひらめチェンジ。おっしゃいにんぐからの、さらにもう一回変身を押すと、ほら、変わった。輝くのだ。で、あ、ディリディリディ、ヤッホーヤッホー、愛の手が入るわけね。で、回転で、おー、エクセレントで、2種類目の変身音。
この辺は本編見てみないと分かんないな。さらにここからディスク回転で5回に1回セリフが変わると。通常がエネルギーチャージ音、2回目、3回目、4回目、行け、キラメイシルバーよ。なので、オラディン王冠、全開だ、なんか。では次は、キラメイサーチング。キラメイサーチングは変身前で、初期状態。シャーニーキラメイチェンジャーからディスク回転でキラメイサーチング。めっちゃ探してる感じ。そして発見！ピコンピコンっていうレーダーサーチ音いいっすね。発見！これがまた別の音声が鳴るそうです。ドンマイ、もっかいで、要は外れってわけだね。これとか本編で絶対流れそう。で、キラメイコーリング。着信をね。キラメイコーリングか。おっ、おっ。着信を鳴った。あれ、このピコピコ音が相棒のマシンドリジャンのサウンドだって。喋んないんだ。ドリジャンメッセージは3種類。読み取れるかな。キラメコーリングで、3秒音無音からのこっちが着信だね。なんか R2D2 的な？すぐ回せば？あ、取れないんだ。ちゃんと着信待つ必要ありますね。あー、多分これが3音目かな？なので、順番に流れる気がする。ほら、着信ないと取れない。へぇー、マシン召喚行きましょう。マシンドリジャン。マシンドリジャンで大気音からのディスク回転。これが召喚音か。さらにディスク回転で。マシン変形、ギガントドリラー。もう全然、おもちゃ情報とか汚いやつが来た。で、さらに。ギガントドリラー効果音かな。マシン変形、ギガントドリラー。あ、ここがループするわけだ。まずはマシンドリジャンのボタンを押すと、マシンドリジャンの大気音からの発信音と。で、さらに回転でギガントドリラー。マシン変形、ギガントドリラー。てか、外箱を見るとまだ情報解禁されてないマシンドリジャンくっきりはっきり載ってるんですよね。なんかサソリ型のドリル工業者みたいな。しかもドリル部分と上部がキラメイパーツがクリアパーツで、めっちゃキラメイてるんだけど。たまにあるおもちゃ音声からのネタバレきましたね。って感じで、これで全部だ。キラメイストーンがハマったりとか、マシンとか渡したりとか、そういうジョイントはありませんから、キラメイチェンジャー同様に、音鳴っちゃった。単体でいろんなサウンドが入ってて、これを買えば拡張アイテムなしに遊び尽くせるわけですね。
これが当たり前なんだけど、良心的に感じる。というか、久々に本編登場前に遊んだけど、やっぱ本編登場してじっくり手順とかを見てから遊んだ方が個人的には楽しい気がするな。なのでディスク回転とかもね、もっとこう違うかもしれませんもんね。なので早くキラメイシルバー登場してくれ。以上、マシン戦隊キラメイジャー、ひらめき変身ブレス、デラックスシャイニーキラメイチェンジャーの紹介でした。